時刻は18時を回りました。エルフエベスでカチンバの時間です。パーソナリティを務めますのは、カチンバのキケイゼナです。どうぞよろしくお願いします。今日も一人です。これ言っていいのかな、今日収録です。明日がですね、いよいよ宣伝告知してまいりましたワールドラテンカーニバル、ついに明日がですね本番となりまして、今は多分この時間はですね普天間のミルフェストの方でリハーサルをしていると思いますが、今日はちょっと収録でお送りしますが、皆さんどうぞお付き合いよろしくお願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com、797@fmginowan.com、 また FM ギノワンでは YouTube ライブとツイキャスで映像と音声をネット配信しており、FM ギノワンのホームページから見ることができます。ツイッターも連動しています。たくさんツイート待っておりますというか、すみません、今日はね収録なのでどうにかしてもらいます。はい、そしてサイマル放送もやっておりますので、全国どこからでも放送をお楽しみいただけます。スマホの場合はアプリリッスンラジオ、リスラジですね、からお聞きください。この後18時56分までお楽しみください。それでは一曲お聴きください。カチンバの1枚目のアルバムバッパサーからですね、ソンデカーニャ。
というわけでございまして、フリートークのコーナー、もちろん明日がですねワールドラテンカーニバル当日ということでですねたくさん告知をしていくのですが、カチンバがですね20周年を迎えたということの記念で今回は開催されて、昔のメンバーとかこれまで一緒にこう演奏してきたこう内地のですねミュージシャンの方をこうお呼びしてこう開催する、もうめちゃめちゃ開催するわけなんですが、もうあれです、先週もというかもう何回もこう伝えてるんですけど、もう総勢で出演者が60人弱ぐらいおりまして、もうダンサーさんミュージシャンだけでももう20人以上ですね、あとはダンサーさん含めてこのゲストさんの方のこの仲間たちも含めるとですねもう60人近くなりまして、もう本当に豪華なこれかつてないですね、カチンバのやっぱりだから20周年ということでこうみんながこの、まあ、お祝いですね、もうありがたいことです、お祝いでこうみんなで一緒にこれまでのことをこう、まあ、思い出しながらワイワイやっていこうということなので、皆さんどうぞ明日遊びにこれ聞いたらですね明日遊びにいらしてほしいなと思います。というわけでですね20年カチンバをやってきたのですが、カチンバってですねもちろん1998年に結成、リーダーのタロさんが結成してですね、タロさんがキューバの音楽にこうまあ、目覚めたと言いますか、すごいこう傾倒して始めたバンドなんですが、これまでですね行った国をこう考えてみると、まあもちろんキューバはもうバンドで行ったのが何回かな、1551大編成の状態とあと4人の状態で行ってきたのですが、含めると8回9回行ってるなと。なんかその行くたびにキューバってこうなんだろう、社会主義の国でなんかこう貧乏だなんかみたいなイメージがあるんですが、だん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 こうなんかいろいろこう国が変わっていくのがなんかすごくわかるんですね。これがすごい面白くて、あこれ前来た時でも面白いのが工事の進捗が遅いんですね。あこのホテルまだ作ってた、あ前作ってたな、あできたなとか、それがこう一番このバンドの初期の頃は2年1年おきかな、毎年だったかな、このキューバに行って演奏するという機会にあったんですが、その度にこうちょっとずつちょっとずつ変わっていくんですね。だから必ずどっかでこう工事をしてるような状態、これ首都のハバナの話なんですが、すごいなんか最初のその頃のイメージがあって、でその頃その後5、6年ぐらい行かなくて、で2013年があれですね、最近の一番最近ですね行った時はこれはびっくりしたんですけど、キューバというとクラシックカーがすごいなんか印象になると思うんですね、アメリカの60年代50年代の車がこう走ってたりするんですが、それが少しずつこう少なくなってて、一番びっくりしたのが2013年の時点で電気のスクーターがやたら多かったんですね。で僕らが最初行ってた時にも今にも止まりそうなこの大型のバス、移動するためのバスが何だろう、もう最近見るようなこの形の変わったバスになってて、なんか豪華になったんですね。あれどうしたのかなと思ったら、あれなんですよ、中国とこの何ですかね交流が進んでて、
そこからこういろんなこのものが取り寄せていく、なんか国がやたらこう、まあ、豊かになったっていう表現なんでしょうか、そのこの光景がそうですね、様変わりしたなっていうのがすごくびっくりします。その頃は沖縄でも、でも今でも電気のスクーターなんか走ってないので、だからちょっとびっくりして、あ、だから、あ、進んでるなっていうのがものすごい意外 で、その時にキューバのびっくりしたのが、キューバって何でしょう、ロシア、ソ連とのこの国交があるので、いろんなものをこう輸出輸入して、自国で自分の国でこう何かを生産する、まあ、いろんな野菜とかを作るってことがなかったので、レストランに入ると、これ面白いんですけど、すごい記憶にあるんですけど、2000年最初ぐらいですかね、まあ、もちろんホテルに泊まるんですけど、まあ、サラダのコーナーっていうのがまずなくて、でなんかこうコースメニューみたいなところでこう食べると、まあ、最初サラダが、まあ、スープとかサラダが出るんですけど、サラダがこのなんか茹でたのか茹でられたのか分かんないような、なんか人参ときゅうりがコロッて輪切りの状態で出てきて、ん輪切りなんですよ、で出てきて、それをこう、あ、なんだこれと思って、だそういう状態だったんですけど、その2013年に行った時、そのロシアとの関係が少し離れたんでしょうね、支援とかがちょっと少なくなってきた時期の頃で、でキューバ偉いなと思うのは、じゃあどうするかって言ったら、あの国の方は基本的に自分たちでこうどうにかしていこう、だからアメリカの古い車も自分たちで直して、もう何十年も前の車を乗ってるような状態なので、彼らが行ったのは、そのハバナの首都の空いてるところ、土地を使って農業を始めたんですね。でそれまではサトウキビに頼ったあの国でだったんですが、それをこう自分の国で野菜を作り始めて、で農薬とかももう入らなくなったので、何でしょう、ハーブとかを畑の周りに、その虫よけのですね、ために植えて、で土はこう農薬で作ってた、もう育てた土を、まあ、一から作り直そうということで、ミミズを養殖し始めたんですね。でもう農業改革が起こったんです。都市農業っていう単語がその頃あったんですけど、で野菜を作り始めたので、だからその日本では普通に見られるこのビュッフェになっているサラダがバフってなっている状態が、キューバでその2013に行った時にあったんですよ。これがすごいびっくりして。でもキューバの方って野菜が嫌いらしいんですね特にこの年齢が上の方になるとあまり好きじゃないらしくて、で野菜を食べるっていうこの概念があまりないので、だからドレッシングがないんですよ、あそこでも。だからドレッシングの原料って油と酢と塩な感じなので、その原料を置いてあるけど、だからそれをなんかかけて味付けで食べるだったんですけど、まだその時も2013年もそうだったんですね。なのですごい喜ばれたのが、向こうにいるいつもアテンドしてくださる女性の方がいるんですけど、いや一番喜ぶのは日本食なんですね。その中でもやっぱドレッシングっていうのがすごい喜ばれたなっていうのが、だからキューバがもうその我々がこの20年間付き合ってきた中で、この様変わりしていくっていうのはやっぱすごい危険な国っていうイメージがあったんですけど、全然行ってみてもうそういうもう概念が覆されたなっていうのが、だからキューバのカチンバの音楽ってやっぱそのラタイン音楽で世界の音楽なので、その音楽を通じてこの世界に行くってことがすごくなんか自分にとって、でもバンドのメンバーにとってもそのすごいプラスだな、でそれをこう沖縄に戻ってきて伝えていくっていうのがなんかカチンバのなんかポリシーだなというふうに思っております。でですね、まあ、キューバ以外にもアジアですね、アジア圏が多かったです、やっぱり、はい、あとまあ香港、韓国、まあ、台湾、中国、これはもう大勢1551の状態で行ったり、まあ、クアトロ4人で行ったりしたんですが、アメリカにも行ってますね、アメリカにも行ってます、シアトルで、すぐ上のカナダですね、あとはヨーロッパ、これはクアトロだったんですが、4人だったんですが、まあ、ハンガリーとスペイン、もうこう活字では見るけど実際行ってみて分かるってことがやっぱりすごく多くて、はい、なんかこのカチンバにこので演奏させてもらって、この
やっぱ見聞が広がる、この音楽を自分 の, この好きなことをやって、この見聞が広がっていくっていうのはすごいもうありがたいことで、なんかそれをこういろいろな方に伝えていけたらなというふうにとても思っております。で、印象に残ってるのがあれですね、一番最近今年のクアトロのアジアツアーで行った中国が、中国はその時にアジアツアー2回伺ったんですけど、中国って聞いて、中国に行きますよってこうお客さんに言うと、大丈夫、大体大丈夫ねとか、危ないらしいよとこう言われるので、で自分自身もこのネットとかニュースとかでもなんか捕まったよとか話聞くのちょっとやっぱちょっとビビ怖かったんですね。実際キューバは行ってみて全然もうなんだろう、本当に安全な国だったんですね。南米で女性が一人で歩いて何も起こらないっていうのは多分キューバだけなんですね。もう他のブラジルとか、まあ、悪い印象を与えたらあれなんですけど、他の国っていうのはとても一人で歩けないような状態で、まあ、もちろんキューバにもここに危ないところには行かない、行かなければ大丈夫というか、そういう場所がやっぱ少ないんですね。で、中国もなんか怖い怖いっていう、もうあまりにもこの先入観で言われてたのですごいビビったんですが、一番びっくりしたのが何でしょう、全くそういうことはございませんでした。もちろん場所場所によってだと思うんですが、僕らが行ったのは1回目ちょっと忘れてしまったんですけど、2回目が南京、なんか歴史の教科書で聞くような場所、はい、南京の隣のところだったんですけど、だからなんかもう名前を聞いててもなんか日本人って言ったらなんか言われるんじゃないかとされるんじゃないかと思ったんですけど、全くそんなことがなくて、で向こうの方ってそのすごくこのネットの社会、携帯とかそういうソフトウェアはものすごい最先端なんですね。野外のイベントの支払いが、なんか出店で支払いが全部携帯の支払いなんですよ。なのでもちろん両替をして持ってったんですけど、支払うことができなくて、最初現金受け付けてません、これ携帯で、そうなんだ、でもなんか食べたいし飲みたいしどうしようかなところで、その、まあ、日本人のアテンドの方が、まあ、そのお金を受け取って、でそれで換金してっていう、基本的にもう向こうはもう現金を持ちか歩かない、なんかやっぱ進んだ国の反面、何でしょう、このその楽しみ方っていうのがやっぱ日本とというか違うんだなっていうのを思ったのが、まあ、カチンバがの音楽、やっぱラテンの音楽っていうのがやっぱ珍しい、あまりこう馴染みでないっていうのが多分あったと思うんですけど、ものすごくノリが良かったんですね。2日間あったんですけど、まあ、最初のライブでこのやっぱカチンバの楽曲と音楽はそのお客さんと一緒にやるものなので、そういうことがあんまり多分体験なかったと思うんですね。で1回目はこうお客さんがまあまあそこそこいたのが、2回目はそのなんか話を聞きつけたんでしょうね。僕らの正面がまたライブのステージだったんですけど、向こうが終わって僕らの番だったんですけど、向こうが終わった瞬間にこっちの方にバーってみんな走ってくるって、わっさーって走ってくるとか見えるんですよ。おーすげーと思って、で会場はもうテントというかちょっと大きめのテントだったんですけど、もうパンパンになりまして、ちょっとこれは忘れられない光景でして、向こうが終わったなと思ったらこっちの方にダダダダダダダーって走ってきて、うわーみたいな、沖縄に来る中国人でもうなんか大声で「いやわわわわわ」ってもう喋ってもこうあんな感じでわっさーって来るのでちょっとビビってしまってもう全然違うわ。なのでこのノリの良さというか、やっぱりこの行ってみて初めて分かる、この聞いてるこのイメージとは全然違うっていうのが、やっぱり行かないと分からないなっていうのが、やっぱすごくこの思うところがたくさんありました。この20年間の歴史、またこれからもたくさんいろいろなところに僕らずっと行くと思うんですが、またいろんなことを吸収して、またこのラジオを通してですねお伝えできたらなととても思っております。それでは次の曲行ってみたいと思います。次の曲はですね、5枚目のアルバム神野からアバイラルプンプンです。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。
大阪ライトトンコツ夫婦二人で営業中、宜野湾蛾次郎ラーメンで検索。色は単独では存在しない、周りの色と影響し合って存在する。爽快、涼しげ、優しさ、燃える、色が訴えている。すごい感動の色へ、カラーマネージメント丸政印刷。あなたの広告、街中で大きく宣伝してみませんか。伊佐交差点近くの大型ビジョンデジタルサイネージなら、交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です。毎月1万円から掲載可能。広告内容も幅広く対応しています。お問い合わせは 934-1111 クレド株式会社まで。プレミアムウォーター、熊本県阿蘇郡南阿蘇村の水源から汲み上げたミネラル成分豊富な天然水を気化熱処理でご自宅へお届けします。モンドセレクション金賞2年連続受賞。電話 098-868-8282。 NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。さあ、そういうことでございまして、この20年間をこう語っとるわけなんですが、今度はですね、カチンバとこの、まあ、ライブとかその音楽にはつきものだなと僕自身は思ってるんですが、そのカチンバとちょっとお酒の話を、ちょっと僕の体験をちょっと話していきたいなと思います。この20年間の中でですね、お酒にまつわるお話は本当に多くてですね、僕一人で喋るのがこのもったいないぐらいのものなんですが、ていうか、かくいうこの僕自身がもう数多くの、正直こう放送に載せにくいことの方がすごく多くてですね、ということを載せていきたいと思います。よろしくお願いします。やっぱラテンの音楽なので、このお客さんも飲んでるし、まあ踊ってるし飲んでるし、で音楽流れてるし、こうすごいもうわわわわしてるところなので、やっぱお酒はつきものなんですが、僕らも、まあ、飲みながら演奏することが多くて、であと打ち上げとかもやっぱり、そうですね、20年間の中でやっぱりライブの後はそういう打ち上げがドーンと行われてることが多くて、やっぱそこで何でしょう、まあ、カチンバのポリシーって言ったら大げさすぎるんですけど、出されたら全部食べる、で断らない、でもう何でしょう、もう一気に飲み干すではとかではないんですけど、まあ、必ず飲み干すみたいな感じで、もう断らないというふうに別に決めてたわけじゃないですが、なんかその方がいいじゃないですか、一緒に飲んでて、いやちょっと飲めないですねって言われたら、ああごめんなさいってなってしまうので、まあ、やってる音楽も明るいですし、そのやっぱ打ち上げも仕事といったらあれですけど、まあまあ、いろんなミュージシャンだったり、そのお客さんだったり、あとスタッフの方の、まあ、ある意味またライブとは違うアピールというか勝負の場だということで、いや気を抜かずに頑張っていこうということで、もうとにかく飲んでということをやってるとですね、やっぱりこう失敗がですね多くなってくるんですけど、僕これはもう僕の話で全ていきたいと思うんですが、三大大失敗の中でですね、正直ワンツースリーが決められないような状態なんですが、僕の中でこの一番のやっぱりひどかったのが、カチンバル学校公演を、小学校で公演をしておりまして、これいつだったかな、あ季節でいうとちょうどあれです、何年か前の 7,8 年ぐらい前の今日ですね、あ今日はすみません、収録が12月12日なんですけど、あ13日だに、バンドの新しく入ったバンドのメンバーの女の子の誕生日だったんですね。でその翌日がその学校公演、小学校で朝から演奏だったんですけど、もちろんその頃のカチンバっていうのはもうまだもうめちゃめちゃ元気なので若いですし、じゃあもうせっかく来たからもう一緒に乾杯しよう、お店の床にですねこうボトルをポンドンと置いて、
その女の子と、もうそのそれまでにも散々飲んでるんですよ。僕ももうかなり酔っ払ってて、その女の子もかなり酔っ払ってて、じゃあもう一緒に飲むか、こう床にこうボトルをポンと置いた瞬間から記憶がなくて、気がつくと僕はあの小学校の体育館の袖で横になってるんですね。こう気がつくと、あれここどこだろう、どこだろうと思いながら、もう体ももう動かないんですね。あ、これは一体どういう状況なんだと今冷静には考えられるんですけど、その時はもうバーあ大変なってるみたいな感じで、もうちょっと動けなくて、でももう先生たちのこの、カチンバさんのが来てますみたいな話が聞こえるんですよ。うわもうちょっとで始まるよと思って、でも動かなくて、でもちろんその後演奏をしたんですけど、2回あの低学年高学年と2回をするんですが、1回目の公演を僕覚えてなくて、で演奏はしてたらしいんですね。で断片的にこの記憶はあるんですよ。あのもう酩酊状態なので、あの顔とか僕やばいでしょうと思って、多分思ったんですね。誰かからちょっとごめんサングラス貸してくださいってサングラスを借りたのを覚えてるんですよ。まあ、そんなのもう焼け石に水の状態なんですよ。で1個目を終えて、でまたコテってなってて、ちょっとあの僕はちょっと記憶がその時はなかったんですが、ね、この番組ちょっと下の話がちょっと多くなってきてるんですけど、演奏中に僕はあのちょっと大きいのをあの脱粉しておりましてですね。しかも白いズボンに、でそれをメンバーが気づいて、あ大変になってるよ、着替えさせれ、自分で着替えることが、自分でもう一生懸命着替えて、たまたまメンバーがもう一本ズボン持ってて、でそれをこう履いたらちょっときつくて、でそこからは2つ目のバンドあのライブは覚えてるんですね。でももうとっても気持ちが悪いので、演奏が終わったらちょっと袖に履けてふーってなってるような状態で演奏をこう1時間ぐらいやるんですけど、その時あの生徒と先生をこうステージに開けて一緒にこう楽器叩いたり踊ったりするっていうコーナーがあって、そこで僕の隣に先生が来た時に、うわ酒臭いですねって言われて、あすいませんそりゃそうだよなと、多分みんな酒臭かったと思うんですけど、僕はもうだってもう数時間前まで倒れてましたっていう状態だったので、もうちょっと恥ずかしいやら申し訳ないやらの中で、なんとあろうことか僕はその2回目のステージも漏らしてしまいまして、大変なことになってしまったんですが、そういうこの下の話ばっかりがお酒には多いんですが、これは実はあのバンドの他のメンバーにももう山ほどそういう話がありまして、しかもですね、僕のこの今の話ちょっとこれで終わりたいと思うんですけど、オチがですね、その学校が僕の母の、あの母校だったので、僕とても張り切ってたんですよ。もう母は見に来なかったんですけど、もう自分も張り切って行くよって言ってて、でもそこで、2回連続でこう、ね、運がついてしまうということで、まあ、勝ち場のお酒の話はもうこんな下の話ばっかり、基本的にそうです。はい、そうした20年の話でこんな話してしまったんですが、そんなたくさん思い出がある20年ということで、ちょっと次の曲いきたいと思います。すいません、なんかこんな締めいけませんね。では曲いきたいと思います。ブルスカラフェリシダから、ビバラヘンテ。塗装のことなら僕たちにお任せください。住宅塗装から防水塗装まで、塗装のプロ集団があなたの顔も笑顔に塗り替えます。お問い合わせは 897-4816 897-4816。 優しい塗装と書いて U 塗装工業。見積もり無料でやってます。今度のパーティーいい場所ないかな。天満のカラオケルームは周りを気にせず盛り上がれるよ。持ち込み自由だから、誕生日会、新年会、モアイにも使えるってば。いくら？1時間1500円。いい安っ。貸しスペースだからね、地域の憩いの場になってるよ。電話してみて。カラオケルーム 892-3808。 君の心に溶けて手づくみのお味噌をシフォンケーキで優しく包む。味噌屋が作る味噌シフォンケーキ、八重瀬の夢工房。
ピアノ買取のムービング沖縄 893-8687。 オリオン飲んでゲット。かりゆし 58HY ディアマンテスモンゴル800キロロザ・サキシマミーティングゴエクエーショーウィズ中澤健太、そしてビギンラスト平成カウントダウンライブ in 沖縄に80組160名様を抽選でご招待。応募締め切りは12月14日。詳しくはホームページで。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。さあ、それでは次のコーナー、ちょっとずつ大好評になってまいりました。このコーナー、面白スペイン語講座。 OK、 ありがとうございます。今収録なんですが、僕の向かいには相方さんがいらっしゃいます。ありがとうございますその女性の前で今日一人だと思ってたので、やっちまったなと思ってるんですが、スペイン語講座、だいたい変なことばかり言ってるんですが、3つ用意しました。今日のスペイン語はですね、日本語にすると吹く、こう息でふって吹くという意味なんですが、これをですね、スペイン語で言うと、なんというか、ソプランド。ソプランド。ここはあまり触れないでおきたいなと思います。はい。服というのを、そういう感じで言います。はい。でですね、これもまたなんかあれですね、ソプランドの後にこれ言うのもあれなんですけど、日本語で言うとですね、星座、星ですね、星座のことをですね、これスペイン語でケ・コンステというんですね。ケ・コンステ、ちょっと続けると結婚して、結婚して、はい、そして目の前にいるのに結婚してっていうのも何なんですが、大丈夫です、読んでるだけなので。星座のことを結婚してでございます。ソプランド、結婚してしたくないですね、絶対したくないですね、こんな人とは。しまったなでその後にやっぱりこれ持ってきました。ですね、日本語の意味はですね、動物の鼻とかその口元のことを指す言葉なんですよ。スペイン語ですね、おしっこ、おしっこ、リピートアフターミー、おしっこ、繰り返さないでください、大丈夫ですよおしっこって言ったらもうね、すいません、多分先週か先々週はうんこうんこって言ったんですけど、すいません、今週はおしっこです。動物の鼻、口元ということで、なんか面白スペイン語講座、まあ意味はちゃんとこのコーナーに沿ってると思うんですが、ちょっとこの状況でいろいろこう読みにくいなっていうのもあるんだなと今ちょっとすごい痛感しております。それでは、今日の面白スペイン語講座は日本語で服、ソプランドで、日本語では2つ目は、星座のことをケ・コシンテ、ごめんなさい、ケ・コンシテで、動物の鼻、口元はおしっこ、おしっこ、うん、来週もまた面白いの用意して持ってまいりますので、皆さんどうぞお楽しみに。じゃあ次の曲いきたいと思います。多分エンディングだと思うんですけどね、カチンバ1枚目のアルバムから、バッパサーからサルサでユンタ。
それではエンディングのコーナーです。もちろんですね、告知のコーナーなんですが、もちろん紹介するのは明日、ついに明日です。来ました、ワールドラテンカーニバル、ありがとうございます。ついにもう明日になってしまいました。はあ、もう準備でもうみんなもう本当に不眠不休で頑張ってきたのですが、もう明日その集大成がもうご覧になれると思います。皆さんどうぞお楽しみにしててください。カチンバのですね、この20年間こう今いるメンバー、そして抜けてたメンバーでこうサポートしてきたメンバーがですね、もう一堂に会して、もう本当に主要なメンバーがですね、一堂に会してこの演奏を展開してまいりますので、皆さんどうぞお楽しみ。そしてですね、それを取り巻くダンサーの皆さんですね、サルサのダンス、そしてあのベリーダンス、フラメンコで、フリージャズだったり、そのいろんなですねダンスの方、そしてですね、バンドの方も、見えます。東京から来ます。カチンバ以外にもバンドはラ・ヒラル・ディージャという こちらもですね20周年を迎えたもう同級生というか同学年のバンドなので、そちらの演奏ももちろん最初の方にございます。もう、あ、まずはこれ大事なことを紹介していきましょう。まず場所はですね、沖縄市のミュージックタウン音市場、12月14日明日です、金曜日。オープンは16時、スタートは16時半、前売りはもう残りわずかです。買ってください、待ってます。前売りは2500円、当日は3000円。そしてここ重要です、小中学生はですね保護者同伴に限り無料でございます。そしてですね、入場時に、ベッドワンドリンクをこう注文していただけるとすごい嬉しいです。東京からももうトップミュージシャン、ラテンミュージシャンがですね、ルイズ・パジェ、そしてコスマス・カピッツァで、ボーカリストですね佐々木誠さんで、ダンスは沖縄からサルサですね、クラベリオ、ムーン・ローゼズ、ライズ・デ・イエルバ、そしてユカリさんですね。もうサルサだけじゃない、ラテンだけじゃない、そのスペイン、アラブ、もう織り交ざっております。まさにワールドラテンミュージック、皆さん絶対楽しめると思いますので、もうこうご期待でございます。メンバーもですね、もう今は東京に住んでたりする、福岡に住んでたりするんですが、その方ももう、あ、この人もいるの、この人もいるのと、絶対もう懐かしい、本当にちょっともう同窓会のようになるんじゃないかなと思ってるんですが、ぜひもう皆さんこうご期待で楽しみ見にしててください。演奏する楽曲がですね、もう、あ、そうですね、1551大きい編成の状態で6曲7曲ぐらいですね、14曲と、そしてあのクワトロでも、ちょっとこちらちょっとシークレットなんですが、クワトロの時にちょっとシークレットのゲストを呼んでまた7曲ぐらいやるので、僕らクワトロのメンバーも20曲ぐらいもうずっとこう出ずっぱりの状態で、まあ、頑張るわけなんですが、もうそのもうパタパタ状態もぜひもう見て、もうぜひ応援してほしいなと思います。さあ、そういうわけでございまして、また繰り返したいと思います。2018年12月14日、明日です、ミュージックタウン音市場、オープンはですね、18時、スタートは18時半、前売りは2500円、当日は3000円、小中高生は無料、入場時にベッドドリンク注文でよろしくお願いいたします。さあ、話す内容がですねだんだんなくなってきたんですが、12月、これ流れてるのは13日ですよね、クリスマス、多分僕らは仕事あったかな、多分あったと思うんですが、そう、カチンバといえばあの年末がですね、年越しライブをこうお店でやってたんですが、今回はどんなかなと、これまだちょっとわからないので、いや決まってるんですけど、言っていいのかわからないので言わんでおきます。普段はですね、もうそうか、12月そういう年なんですね、僕はあのふんどしになってたんですよ、正月に、3、2、1カウントダウンするときに服を脱いでですね、頭にこう鏡餅を乗せて、でふんどしになって締め直して、でこう年を越してわーいってやるんですけど、
何年か前にそのふんどしの状態であのすぐ目の前の道を道路の中央分離帯をちょっと走り回ったことがありまして、あのお店に警官が来てしまうということがありましてあの、まあ、近年はそういうのはないのですね、あの全然大丈夫なんですが、今年もどうやろうかなとちょっと考えております。そうですね、年も落ち迫ってまいりますが、まずは明日の14日ワールドラテンカーニバル、皆さんどうぞお越しください。今日の相手はですね、カチンバの、私キケイゼナがお送りしました。皆さんまた来週、明日待ってます。チャオー。